人手なし山本周五郎。 山上石原町の大川端で二人の男が話し込んでいた。すぐ向こうに渡し場があり、対岸の浅草三好町との間を二杯の渡し船が行き来しており、乗る客や降りる客の絶え間がないため、貸しに二人の男がしゃがんだまま話していても、格別人の注意を引く様子はなかった。11月の下旬、 暖かかった一日の暮れ方で、大川の身のもはまだ明るく、刃物のような冷たい色に涙っているが、三好町の貸しに並んだ柳屋は暗く、ぽつぽつと明かりのつき始めるのが見えた。男の一人は小柄で痩せていた。女に好かれそうな、ほっそりした柔和な顔立ちで、滑らかな頬と、 赤くて小さな唇が目立って見えた。他の一人は背丈が高く、骨太で肉の厚い体つきや、よく動く鋭い目や、時々唇をぐいっと一方へ歪める癖などに、ありきたりではあるが、陰気で残忍そうな感じが現れていた。年はどちらも三十四五であろう。 二人とも黒っぽいつむぎ島の座合わせを着、き、痩せた男の方は東山島の斑点を羽織っていた。隅のやつは手が早いからな。と痩せた男が言った。あいつの手の速いのに叶うものはねえだろうな。隅は手も早いが、羽多もめえ。と大きい方の男が言った。ぶっきらぼうな。 イライラしたような口ぶりだった。まるっきりではねえが、歯歌を歌ってる時の炭のやつは、人間が変わったようになる。あら、炭の歌うのを聞くのが好きだ。痩せた男が喉で笑った。人を小馬鹿にするというよりも、おかしくてたまらないといった風な笑い方であった。あいつの羽歌には泣かされるぜ。 どうして笑うんだと、大きい方の男が言った。唇が片方へ曲がり、目の奥で火がチカチカするように見えた。隅の羽歌のどこがおかしいんだ落ち着けや人が立つぜ。と、痩せた男が言った。彼はその連れの方へ目を向けず、しゃがんだまま地面から小石を五つ拾い、 それを片手で握って振ってはパラッと地面に投げ、また拾い集めて握って振っては投げる、という動作を繰り返していた。大きい方の男はそれを横面に睨んでいて、それから立ち上がり着物の裾を手で叩たいた。痩せた男はぐいっと顔を背けた。砂ぼこりでもよけるような神経質な身振りであった。 おいと、痩せた男が言った。もういい自分だぜ。何を待ってるんだ隅に行っておきたいことがあるんだ。痩せた男がしゃがんだまま首だけねじむけて連れを見上げた。どうせ一緒に旅へ出るんだ。言いたいことを言う日もたっぷりあるぜ。 一緒に旅ができればな。落ち着けよ。と、痩せた男が言った。何をそう気に病むんだ。手順はちゃんとできている。万事うまく運んでるぜ。木は切ってみなきゃわからねえさ。何がわからねえんだ。大きい方の男はちょっと黙って、それから不安そうに言った。 三月は大黒柱になりそうな木でも、切ってみると芯はガランドになってる。そんなことはよくあるんだ。痩せた男はまた喉で笑った。彼のほっそりとした顔は優しくなり、小さな赤い唇の間から綺麗な歯が見えた。おい、よせ。と、大きい方の男が唇を動かさずに言った。 おめえのその笑い方には我慢ができねえ。その笑い方だけはよせ。痩せた男は黙った。彼の顔は無表情になって、急に疲れたような色を帯びた。そうして、握っていた小石を川の方へ投げ、ゆっくりと立ち上がった。もう一度言うが。と、彼は柔らかい、膨らみのある声で言った。 もう店は空いてる自分だぜ。行くのか行かねえのか大きい方の男は目を背け、困ったように片手を意味もなく振った。女なしでやりてんだ。女なしでやれると思うんだ。女が入ってことがうまくいった試しはねえんだから。痩せた男は面白そうに優しい目つきで連れを眺めていた。 相手がうまいしゃれでも言うのを待っている。といったような、さも今日ありげな目つきだった。わかったよ。と、大きい方の男は顔を背けながら言った。じゃあ、俺は行くわ。隅の方は大丈夫だろうな。後で会おう。と、痩せた男が言った。大きい方の男は、連れの顔をちょっと見て、 そして、懐で押しながら歩き出した。大川につながる堀に沿った道を入ると、片側町で横丁が三筋ある。どの横丁も行き止まりになっているが、それぞれに飯屋や居酒屋が幾軒か並んでいた。この付近は大名の下屋敷や小旗元の家が多く、そこに勤めている中間とか小物などが、 そういう店の主な客のようであった。男は二つ目の横丁へ曲がり、こちらから家数を数えていったが、五軒目の家の前で立ち止まり、いぶかしそうに首をかしげた。それは旧尺間口の小料理屋風の家であったが、まだ軒キアも出ていないし、のれんもかかっていず、格子も閉まったままであった。 おかしいな。男はそうつぶやいた。そして、その閉まっている店の向こうに、玄平と大きく書いたちょうちんの出ている居酒屋があり、客が出入りしているのを見ると、何か口の中で独り言を言いながら、その店へ入っていった。おつねは長火鉢にかけてある真鍮の瓶だらいの中から、 湯気の立つ布袋をつまみ上げ、ふうふう吹きながらざっと絞ると、お用のといた髪毛へ当てては、いくせを直していた。それを繰り返しながら、お常は休みなしに話していた。長火鉢にはよく磨いた赤の銅孔があり、寒毒リが2本入っている。その部屋は帳場を兼ねた6畳の茶の間で、徳利や、 皿、小鉢や酒付などを入れる大きなネズミいらずと茶団数、兄弟などが並んでいる。長火鉢の脇に白い布巾をかけた長足の膳が二つあり、また酒の一生どっくりが七本と、缶どくりや肩口などが置いてあった。おようは手を伸ばして、銅庫の中の缶どくりに触ってみ、それから障子の向こうへ呼びかけた。 おみっちゃん、おかんがいいよよ。障子の向こうは店で、はーいと高い返事が聞こえ、すぐにおみつが入ってきた。まだお二人とおようが聞いた。い,いえ、今、鍋さんがいらっしゃいました。とおみつが答えた。みっちゃん、とおつねが好き口を使いながら言った。 失礼よ、鍋さんだなんて。失礼なもんですかおみつは言い返した。そばを通るたんびに人のお尻へ触るんですもの。今だって油断を見すまして、こうよ。と、おみつは手真似をし、客の唇を巧みに真似ていった。そして、よっちりしてるな。ちゃって、いけすかない。あんまり気取らないの。 と、おつねが言った。中さんかでんさんなら、こっちから押し付けるくせに。あら嫌だ。おみつはつんとした。あたし誰にだってお尻なんか触られるの嫌いよ。おみつはどこから勘独りを出し、付近のかけてある膳からつまみ物の小皿を二つ取り、それを盆に乗せて店の方へ出て行った。おようはまた勘独りを二本銅子の中入れ、 おつねは話を続けた。そう、あんたは水戸だったの。と、おようが言った。それにしてはなりがないわね。との時から江戸へ奉公に来てましたからね。十八の年に嫁に行くんで、水戸へ帰ったんですけれど。そんなわけで、初代を持ったのは五年そこそこ。 子供が一人っきりだからまだ助かった方でしょうが、ヤクザな亭主を持つと、本当に女は苦労しますわ。そうすると、子供さんはもう十くらいになるのね。い,いえ、二十一の年の子ですから、まだ七つですわ。あたしも亭主では苦労したわ。と、おようが言った。本当に、 女の一生は連れ添う者のよし悪しで決まるのね。おかみさんはこれからじゃありませんか。三代も続いた角のという、一派なしにせのご心臓さんになるんですもの。これまでどんな苦労なすったにしろ、苦労の死骸があったというもんですわ。おつねは髪毛に水油をつけ、櫛を変えて好きながら言った。あたし、こちらへ置いてもらったはじめから、 つのまさの旦那が、おかみさんを好きだってこと、ちゃんとわかっていましたわ。それはあんたの勘違いよ。勘違いなもんですか旦那の目顔に、ちゃんと出ていたんですもの。それは勘違いよ。もしあの人にそんな気持ちがあったんなら、あたしにだってわからないはずはないし、そうとしたら、あの人のお世話にはなりゃしなかったわ。あら。 どうしてですかだって、あの人にはちゃんとおかみさんがいたんだもの。ご夫婦になって半年ばかりすると寝ついたまま、今年の2月に亡くなるまで7年も寝たきりだったのよ。そういう人がいるのに、そんな気持ちでお世話になれる道理がないじゃないの。あの人にだってそんな白状な気持ちはなかったし、私は、 どうしたってそんな罪なことはできやしないわ。おつねは首を振って、さあも驚いたように言った。七年も寝たっきりですかへえ、その間旦那はどうしてらしたんでしょう七年もおかみさんに寝ていられたら、男はとても辛抱ができないんじゃありませんか人にもよるんでしょあの人だって付き合いで遊ぶくらいのことはあったろうけれど。 どこに馴染みがいるなんていう話は一度も聞いたことがなかったわ。とても本当とは思いませんわ。と、おつねは元いを取りながら、また首を振った。もしそれが本当だとすれば、ここにおかみさんという人がいたからじゃないでしょうか。たとえそんないやらしい気持ちはなかったとしても、ここへ来て、おかみさんのお釈で飲んだり、話したりすることが楽しみでもあり、 気が紛れたんですわ、きっと。そうね。そのくらいのことはあったかもしれないわね。おようはどこを見るともない目つきで壁の一点を見守りながら、ふとため息をつき、人間の気持ちっておかしなものね。と言った。あの人とは古い知り合いなのよ。 幼馴染みと言ってもいいくらいよ。それでも、もしあの人に浮気めいた気持ちがあったとしたら、私、お世話にはならなかったわ。そう。5年前の夏だったわね。私は前の人のことで、にっちもさっちも行かなくなり、いっそ死んでしまおうかと思っていた。もっとも、死のうかと思ったことは、2度3度じゃなかったけれど、 その時はもう生きているのが嫌になってしまったのよ。そこへつのまさの旦那が、いいえ、あたしの方からよ。おようは自分の傷を見せるような唇で、あたしの方から言ったの。と言った。やましい気持ちがちょっとでもあったらいけやしない。そんな気持ちは少しもなかったの。 それまでにもたびたびお世話になったことがあるから、死ぬ前に一目会いたいと思っただけなのよ。おつねは髪毛の根を束ね、元ゆいで締めながら、このくらいでどうかと聞いた。もっときつくして、とおようが言った。今度あの人から話があった時は、あたしちっとも迷わなかった。一日考えただけで承知したわ。 いやとおっしゃったって、旦那の方で後へは引かなかったでしょうよ。それはわからないわ。あたしにはわかっていました。旦那のそぶりでちゃんとわかってました。と、おつねは元ゆうをうしめながら言った。はじめからですよ。旦那は心底おかみさんが好きだったし、口にこと出さないけれど、好きだということを隠そうともなさいませんでしたわ。それでいて、 ちっとも嫌味なところはないし、俺がという顔もなさらない。だから、そうらしいなと感づいたお客もいたけれど、一人だって悪く言った試しはありませんでしたわ。障子を開けておつが入ってきた。洋平さんがいらっしゃいました。と、おみつは長火鉢のそばへ寄りながら行った。それから、太田さんや鍋さんが、おかみさんはまだかって、 せっついてますわ。みんな揃ってからよ。と、おつねが言った。今夜はお祝いなんだから、皆さんの顔が揃ったら、おかみさんも出ますって。いいの、いいのよ。と、おようが遮った。今、髪を溶いてますから、ちょっと束ねたら参りますって、そう言っておいてちょうだい。おつは感読料を変えて去った。 前の旦那、お亡くなりになった旦那も、角正さんとお親しかったんですか親しっていうほどじゃないけれど、と、おようが答えた。そうね。三年ばかりは親しく行き来したことがあったわ。私は角正さんと同じ町内で、お父さんは飾りをやっていたのよ。前の人の家は隣町にあって、 重視の土地からうちへ方向に来たの。それがお父さつんにすっかり気に入れられて、とうとうあたしは一緒にされてしまったのよ。飾り屋さんだったんですか。それでね。と、おつねは串を使いながら頷いた。それで袋物や紙道具をやってる角正さんとお知り合いだったんですね。そうじゃないの。 私、あの人の姉さんに可愛がられていたのよ。と、おようは言った。姉さんという人は、私より三つ年上で、同じお嬢さんのところへ長唄のお稽古に通っていたんだけれど、妹のように可愛がってくれて、しょっちゅう呼ばれて遊びに行っていたし、二日も三日も泊まりっきりのこともあったわ。そしておははにかんだようは、ハニカンダイへの編みつきで、 くすっと、忍び笑いを漏らした。嫌だわ、おかみさん。思い出し笑いなんかなすって。そんなんじゃないの。と、おようは髪へ手をやりながら言った。泊まる時はいつもその姉さんという人に抱かれて寝たんだけれど、後で考えると、その人を混ぜていたのね。私は何にも知らないから。 ただ、可愛がられているんだとばかり思っていたのよ。だって、そうじゃなかったんですか可愛がられていたことはいたの。その人も可愛いという気持ちだったんだろうとけれど、一緒に寝ることが度重なるうちに。そうよ。あの人混せていたんだわ。度重なるうちに、どうしたんですか嫌だわ、そんなこと。 口で言えやしないわ。と、おようは話をそらした。それからあたし怖くなって、遊びに行っても決して止まらなくなったし、姉さんという人も離れるようになっていったの。それから三年ばかりして、その人は十八でお嫁に行ったけれど、子供を一人産んで亡くなったわ。お産の後ですぐに亡くなったんですって。 綺麗な人だったわ。おつねは櫛を置き、半身を反らせて眺めながら、どうでしょうかと聞いた。おようは両手を上げ、つかね髪にした頭に触ってみた。袖がまくれて両の肘が現れ、きめの細かな白い脂ののったつやつやしい二の腕がのぞいた。ええ、結構よ。ありがとう。 と、おようは言った。おつねは櫛を吹き、自分の手を吹きながら、三年の世も五百回になっていて、こんな話を伺うのは今夜が初めてですね。と言った。でも伺ってみると、おかみさんは苦労なんかなすってないようじゃありませんか。飾り屋さんの一人娘に生まれて、大事にかけて育てられて、角政の方たちに可愛がられて、 そして今度は、そのまさのご神ぞさんになられるんですもの。苦労なすったにしても、あたし何度の苦労とは、段も桁も違いますよ。みんなそう思うんじゃないのとんでもない。本当に、あたし何度の苦労とは、桁違いですわ。人はみんなそう思うのよ。おようはき絵の細かい櫛をとって、 束ねた髪の根に刺しながら言った。自分は誰よりも幸せだとか、世の中で一番苦労したのは自分だとかって、他人のことは分かりやしない。いくら人の身になって考えたって、その人の傷の痛さまでは分かりやしないでしょ一生涯連れ添った夫婦でも、心底を分かり合うということはないようよ。 それで収まっていくんだろうけれど、人間ってそういうもんだと思うと、悲しくなるわね。くわばらくわばら。ばらと、おつねは瓶だらいやくし箱を片付けながら言った。おめでたい晩に、こんなしめっぽい話なんて、演技でもない。さあ、もう着替えてくださいましな。店の方から大きな声が聞こえた。 どうしたんだ、おかにマー幕が長いぞ。石原町から川上の方へ山頂ばかり行くと、右手に宝源寺という寺がある。俗に、万場と言われるところだが、周りは武家の小屋敷ばかりで、町屋はない。土塀を回した寺の境内はかなり広く、山門こそ小さいが、本堂とは別に、 共同と行動を兼ねた建物があり、工場、栗、昭楼、下南長屋などが並んでいる。そして、これらはすっかり荒れ果てており、人の気配もなく、まるで無重の灰寺のように見えるが、それは半年前、高言寺が所替えになったにもかかわらず、段下の関係で移転の費用が整わず、さりとて所替えを命ぜられた以上、 ここでジムを取ることもできないため、捨てドラ同様になっているのであった。もう日はすっかり暮れていた。三門の扉は閉まっているが、蝶子街も釘も緩んでいるし、ただ両方から押し付けてあるばかりなので、人一人出入りするくらいの隙間は操作なく開けることができる。今背の高い男がその扉をずらせ、すっと と、山門の中へ身を滑り込ませた。それは、源平という居酒屋へ入った、あの大きい方の男であった。彼は扉を元のように押し付けてから、用心深い足取りで栗の方へ歩き出した。すると、金の下ろしである鐘楼のところで、ここだおという声がし、小柄な、 黒い人影の立ち上がるのが見えた。石原の貸しにいた、ほっそりした顔立ちの、あの連れの男であった。遅かったな。と、痩せた小柄な男がいた。待ちくたびれたぜ。どうだったダメだ。店は閉まってる。閉まってるって 大きい方の男は近寄って、石垣に腰を下ろした。小牢は二百ほど土を盛り、周りを石垣で畳んである。彼がそこへ腰を下ろすと、痩せた男も同じようにした。あの店は今夜限りでやめるそうだ。と、大きい方の男が言った。それで店を閉めて、ごく馴染みの客だけ集めて、 祝いの酒を振る舞うんだということだ。じゃあ、入らなかったのかすぐ向こうの店で飲みながら聞いたんだ。源平っていう店で。いわば商売が先だろうが、ひどく神さんのことを褒めていた。よっぽどできてる女らしい。自分のことのように喜んで褒めていたぜ。 痩せた男は喉で笑った。しかし相手が気づく前に笑いやめ、あっさりした調子で聞き返した。自分のことのように喜んで褒めたって何をどう喜んで褒めたんだ大きい方の男はちょっと黙っていた。あの店は5年前に始めたんだそうだ。彫り止めの角正という袋物屋の主人の世話だそうだが、 そいつはわかってる。気量もいいし、気立ても優しい。店も繁盛して馴染みの客もたくさんついた。だが5年この方、浮いた話は一度もない。そのまさは5日に一度ぐらいの割で来るが、これも店で飲んで帰るだけで、奥へ上がるとか、人目を忍んで会うなどということは決してなかった。それが、と言いかけて、 彼は連れの方を見た。おい、こいつはよそ俺は女にかかり合うのは気が進まねえ。おめえは忘れたんだなと、痩せた男が沈んだ声で遮った。隅のこしらえる旅切っては二枚。俺の分は女房連れだぜ。江戸を抜けるためには女が必要だ。 生くものなら関所も安心して通れる。そのためにこういう手はずを組んだんだ。そうじゃねえのかそれはそうだが。しかし女は他にだっているぜ。おめえは知らねえからよ。と、痩せた男は軽く言った。女はいくらでもいるが、真から役に立つ女はあいつ一人だ。万が一、関所でいざを食うようなことがあっても、 あいつならきっと役に立つし、大阪へ着いてからだって、急場をしのぐもとでぐらいにはなるぜ。大きい方の男はまた黙った。あとは言えよ。と、痩せた男が促した。五年間綺麗でいて、それからどうしたんだあさって嫁に行くそうだ。痩せた男は静かになり、 それからゆっくりと振り向いた。あさってどうするって嫁に行くんだ。と大きい方の男が言った。そのまさには神さんがいたが、七年病んだあげく今年の二月に死んだ。その後へ入ることになったと言うんだ。痩せた男はじっとしていて、それから音もなく立ち上がった。 彼は腕組みを、次に右手で顎を撫でながら、二三歩行ったり来たりした。朝裏を履いてるためでもあるが、足音もさせず、呼吸も聞こえなかった。腕組みをした片手で顎を撫で、地面を見つめて、時々首を振りながら、ややしばらく行ったり来たりしていたが、やがて立ち止まり、そして笑い出した。 はじめは喉の奥で低く山端の泣くような声が漏れ、それがクスクス笑いになり、今度は声を上げて顔を仰向けにしながら笑い出した。よせと大きい方の男が言った。その笑い方だけは我慢がならねえ。おい、よさねえか痩せた男は笑いやめた。落ち着けよ。 彼はなだめるように言った。そいつはいい話だ。あれがつのまさの誤妻に入るとは。いや、我やしね。今ちょっとこう思ったんだ。捕まえてみたらカボがネギを背負ってたってな。吉野寺、俺たちはいい旅ができるぜ。どういうこと つのまの小次郎は昔からあいつが好きだった。あいつのためならどんなことでもするだろう。俺が石川島のよそばへ送られる前、まだあいつと正体を持っていた時にも、つのまはおようの奴に引かされて、ずいぶん俺の無理を聞かずにはいられなかったもんだ。おめえ、つのまの主人ってのを知っていたのかそうか。と、 痩せた男は連れの問いには構わず一人で頷きながら言った。かいつは二重の広い者だ。そうだろう。幸次郎は友人深い上に辛抱強くて、どんなことにも大事をとる男だ。それがあいつを誤彩にするというのは、俺が死んじまったものと思ってる頃だ。もしかして生きてるかもしれないという疑いが、 これっぽっちでもあったら、決しておように手出しなんかする人間じゃねえ。そうだ。俺たちの島抜けは、やっぱりうまくいったんだ。うまくいかなかったとでも思ってんのか。吉野寺と呼ばれた男が言った。もう三年も前残ったぜ。品川へ上がった二つの死骸が、俺とお前だと認められたことは、 あの時ちゃんと分かってたじゃないか。おめえも物を考えねえからな。と、痩せた男が言った。さあ、行ってくれ。振る舞いが終わったら女を呼び出してくるんだ。そのまさというのはどうする女をこっちへとってからの話だ。と、痩せた男はさも面白そうに言った。 お用のためなら、あいつはどんなことでもするからな。俺たちはいい旅ができるぜ。吉の字と呼ばれた男は立ち上がった。俺はどうも気が進まねえ。お前は少し頭が切れすぎる。おめえは相棒には向かねえ人間だ。炭の奴だって訳を聞けば首を振るかもしれねえぜ。 痩せた男はクスッと笑った。吉の字と呼ばれる男は急に驚かされでもしたように、クイッと振り向いて暗がりの底にいる連れの顔をじっと見つめた。おい、罪はどうしたと彼は低い声で聞いた。隅にあったのか痩せた男は顎をしゃくった。 向こうの栗で二兵が飛ばをやってる。スミは約束通り来ていたよ。それでまだ会わねえのかスミのことは心配するな。会ったのか会わねえのか大きな声を出すなよ。痩せた男は懐を手で押さえた。旅切手は二枚。俺たち夫婦とおめえのと。 ここに持ってるから安心しろ。罪は飛ばへ戻ったのか。痩せた男は黙って歩き出した。大きい方の男がついていくと、小炉の向こう側へ行き、そこで痩せた男は立ち止まって、そこに転げている者へ顎をしゃくった。こいつらまったく手の速い野郎だ。と、痩せた男が言った。 吉野寺と呼ばれる男は身をかがめた。そこに転がっているのが人間であり、血の匂いのするのに気がついた。その人間はうつむきに伸びており、すっかり息が絶えているようであった。ひでこと。彼は口の中で呟いた。ひでこと。そいつは欲をかけやがった。 重量だなんてふっかけた上に、懐へ手を入れようがった。と、痩せた男が物柔らかに言った。こいつは手の早い野郎だからな。俺がやらなければ俺の方がやられるところだったんだ。吉野寺と呼ばれる男は、口の中で低く呟いていた。なんてひどいことを。 つのまさの孔次郎は珍しく酔っていた。祝いに招いた客はみんな帰り、おつねもおみつもいなかった。この店をしまうので、おつねは水戸へ帰ることになり、おみつは浅草の方に勤め口を見つけていた。それでおつねは成平の方にいる遠い神流の家へ泊まりに行き、おみつは浅草の新しい店へ移っていったのである。 コウジロウは酔った目で店の中をゆっくりと眺め回した。店は片付いていた。おつねとおみつとが客たちの飲み食いした後をざっと片付けていったから、その余剰の小座敷には彼ら二人の膳が並んでいるだけであった。おつねは水戸へ帰ったら神酔いをするんですって、とおようが話していた。 私もこの一年ばかりは、ずっとあの人に言ってもらってたんですよ。小さい時から髪をいじるのが好きだったっていうし、器用だからきっとやっていけますよ。酔った余談が、もう少し飲みたいな。悪い酔いをなさりゃあしないかしら。大丈夫だ。こんなにいい心持ちに酔ったのは初めてだ。と、コウジロウは言った。 あさって、懲り止めの店へ入ってしまえば、こんなことはもう出来はしない。初めての終わりで、今夜は飲めるだけ飲んでみたいんだ。悪酔いさえなさらなければいいけれど、普段はあまり召し上がらないから。今夜は別だ。と、幸次郎が言った。いいから、後をつけてくれ。 おようが立ち上がって茶の間へ行き、まもなく戻ってきて座りながら頬を押さえた。あたし、もう少し酔ったようよ。いい色だ。目の周りがいい色に染まってるよ。綺麗だ。彼はおようの顔を見守った。およう。と彼は感情のこもった声で言った。 随分遠回りをしたな。おようはそっと目を伏せた。お前が初めて掘り止めのうちへ来たのは、心つか遠の時だったろう。姉はお前を妹のように可愛がっていた。同じ町内なのによく泊まらせて、着物を着せ替えたり、髪を酔い直したり、お化粧をしてやったり。 まるで人形か何度のように可愛がっていた。今でもよく覚えている。と、彼は酒を一口すすって続けた。お前はちんまりと座って、髪をおたばこぼんに言ってもらい、口紅をつけてもらいながら、一っぱしな顔つきでつんと済ましていた。姉はお前を独り占めにして、私をそばへ寄せつけなかった。 私はそばへ寄れなかったが、お前が本当の妹だったらなぁ、とよく思ったものだ。ずっと後で嫁に欲しいと思い出したが、はじめのうちは妹だったらどんなによかろうと思ったものだ。そうかしら。と、おようは尺をしながら彼を見た。私、ぼんやりだからよく覚えていないけれど、 あなたはいつも私のことを怒ったような顔で見ていらしたようよ。ああ。と、彼はため息をつき、おように釈をしてやった。飲んでくれ。今夜はお前も酔ってくれ。古いセルフだが、酔ったら俺が解放してやる。うん。私のこの手でな。随分遠回りをしたが、 とうとうここまでこぎつけた。自分のこの手でお前を解放してやれるようになったんだ。16年。丸15年以上だ。お湯を渡って行き、勘どくりを持って戻ってきた。幸次郎はそれにも気がつかない様子で酒をすすり、そして話し続けていた。 私はお湯を嫁にもらいたかった。覚えていることが確かなら、十七の年だ。浜町の貸しの石垣を直していた時で、私はそれをぼんやり眺めながら、おっ母さんにそう言おうかどうしようかと考えていた。まさか言い出せやしない。その時お前は、まだ十三か十四だったからな。 あなたが十七なら、姉さんがお嫁に行った年でしょと、おようが言った。それならあたし十五になってましたわ。言えばよかったんだな。十五ならそういう話を出しても不思議やなかったんだ。でも、あたし一人っ子でしたから。孔次郎は黙った。それに、 お父さんがあんな気性でしたから、と、おようが言った。つのまささんって聞いただけで、似合わないって断るに決まったと思いますわ。そうか。一人娘だったんだな。彼は杯月を見つめていい、それをすすってから言った。それじゃあ、やっぱり、どっちにしろ向こうを取らなくちゃならなかったのか。 おようはこ次郎に釈をし、こ次郎はおように釈をした。おようは舐めるようにすすってすぐに逆を置いた。しかし、それならそれで。と、彼は舌を見たままで言った。向こうを取るなら取るで、もっと人の選びようがあったはずだ。 なこと口に乗せられたわけでもなし、小外からの職人じゃないか。同じ家にいてしょっちゅう見ていたんだからな。あの男がどんな将軍か、行く先望みがあるかないかくらい、わかりそうなものじゃないか。お父さんはあの人に惚れ込んじゃったんですよ。そうだとしてもさ、おっかさんでも生きていたら、 また違った意見が出たかもしれませんけれど。おようは釈をしながら言った。それに、あの人があんなになったのは、お父さんが死んだ後のことで、それまではごく真面目に稼いでいたんですから。わずか二年そこそこだろう。と、彼は乱暴に言い返した。真面目に稼いだと言ったって、 わずか二年そこそこだ。親父さんが亡くなるとすぐに正体表した。亡くなるとすぐだ。それこそ百カ日も待たずにだ。そして一周期の時にはもう店を畳んで裏棚へ引っ込んでいたじゃないか。私はみんな知ってるよ。と彼は続けた。女房をもらってからも お前のことが頭から離れなかった。今だから言うが、噂を聞くたびに私は、腹股が逃げるような思いをしたものだ。あいつは、あの男は悪党だ。骨の髄からの悪党だ。おようは酒漬けを取って飲んだ。孔次郎は酌をしてやり、おようはそれも飲んだ。 そうよ。おっしゃる通りよ。おようはそう言って立って行き、勘独りを二本持って戻った。それから静かに孔次郎に酌をし、自分も手酌で飲んだ。悪党っていうより、人でなしだわ。と、おようは続けた。お父さんが死ぬと、すぐに道楽が始まった。 酒こそ一滴も飲まなかったけれど、博打と女。うちの店を潰し、私を裸にして、博打と女。私自分にも悪いところがあるんだろうと思って、随分辛抱しました。きっと、私にも悪いところがあったんでしょう。男というものは、誰でも一度は道楽をするっていうから。 私、泣き泣き辛抱していたんです。そうだ、行ってしまえ。と、彼はおように釈をしてやった。みんな行ってしまうがいい。そして、さっぱりするんだ。こんなこと、初めて言うんだけれど。一度なんか私の体を人に売ろうとしたことがあるんですからね。 お前の体を人に売るって、博打の型にしたんですって、と、お洋は綺麗に飲んでいった。私、死のうと思って包丁を持ち出しました。その前にも、それから後でも死のうと思ったことはたびたびあるけれど、その時こそ死ぬつもりだったんでしょう。そうきくなり、勝手に入って包丁を持ったんです。 なんというやつだと彼は埋めいた。なんというひどいやつだあの人、真からの人でなしよ。おようは一口飲んでいった。それに比べれば、あなたは仏様だわ。そうよ。まったく仏様と言ってもいいくらいよ。病気のおかみさんを、 七年も見とってあげて、その間一度だって不実なことにはなさらない。お店は立派にやっていらっしゃるし、あたしのようなものにも色濃い抜きで気を配ってくださった。あの人でなしが、あの人でなしが、あたしを稼げお金を狙いに行ったということは、後で聞きました。 あなたは嫌な顔もなさらずに貸してくだすったって。あの人は平気であたしにそう言いましたわ。金なんぞは。と、彼は首を振った。お前の苦労に比べれば、少しばかりの金なんぞ、なんでもありはしないよ。あの人が石川島の寄せ場へ送られてからは、この店を持たせてくださり、 五年もの間、面倒を見ていただき、そうして今度は、こんなおばあさんになったあたしを、おかみさんにしてくださる。話に聞くだけなら、本当にするものはないでしょう。現に、このあたしが、まだ半分は夢のようにしか思えないくらいですもの。おようは手酌で飲んだ。その手つきを見て、 小次郎はちょっと眉をしかめた。そう続けさまでいは酔ってしまうよ。あなたは仏様のようよ。と、おようは構わずに言った。あなたはきっと、お神さんを大事になさるでしょう。着たいものを着せ、食べたいものを食べさせ、芝居見物、物見遊さん。 何一つ不自由にさせずに、可愛がってあげるでしょう。それを幸せだと思うような、おとなしい人をおかみさんにするのね。私はダメだわ。ちょっと。と、彼はおうが手弱で飲もうとするのを止めた。そう、飲むのは乱暴だ。お前はもう酔ってる。もう少しゆっくり飲まないか。 すみません。怒らないでください。怒りゃはしない。私が勧めたんだ。ただ、もう少しゆっくり飲む方がいいよ。怒らないでくださるわね。と、おようは優しく言った。どうぞ、私のことを諦めてください。私、 あなたのおかみさんになれるような女じゃありません。お前、酔っちまったんだ。その話はもうやめにしよう。ええ、やめます。でもこれだけは言わせてください。と、おようは続けた。あなたにはわからないでしょうけれど。女っていうものは、真綿でくるむように大事にされても、 それで満足するもんじゃありません。あの人でなしのために、私は死ぬほど辛い思いをし、涙の出なくなるまで泣かされました。けれども、心底泣かされるということがどういうものか、私にもだんだんわかってきたんです。お世はまたきれいに飲み、 すぐに手尺で注いでから言った。あの人は悪党だったわ。でも、何をするにも本気だった。私を喜ばせることになんか、ごくたまにしかなかったけれど。その時は見栄も外分も忘れて、ありったけの手を尽くして喜ばせてくれたわ。 辛い目に合わせるときはもちろん、遠慮もいしゃくもありゃしない。人によく思われようなんて考えは、これっぽっちもなく、自分のしたいことをしたいようにしたわ。そうよ。あの人は悪党の人でらしいわ。その代わり自分も泥まみれになったわ。 泥まみれ、傷だらけになって、そうして、品川の海へ死骸になって上がったのよ。三年前の夏でしたっけと、おようは続けていった。品川でおしきせをきた死体が二つ上がって、石川島から牢抜けをした二人だとわかり、 かり腐っていたけれど、一人はあの人だったって、あなたが知らせてくださったんでしょうその時あなたは、これでお前の苦労も終わった。これからは幸せになることを考えようって。私はほっとしたような顔をしたでしょええ、おかげさまでと言って。 笑ったと思うわ。でもね、あなたが帰った後で、あたし一晩中泣き明かしたのよ。かわいそうな人、かわいそうな人って。幸次郎が何か聞きつけた様子で、立ち上がって茶の間を覗き、障子を閉めて戻ると、おうの手から感読りを取り上げた。 ママはよせ。話もたくさんだ。ええー、よします。話もやめます。と、おようは目を据えていった。その代わり、あなたも帰ってください。私は角のの奥に座れるような女じゃありません。その話はまた後にしよう。とこを取ってやるから、 寝る方がいい。帰ってください。と、おようは潜めた声で叫んだ。資産があって、旦那旦那と立てられて、どこに一つの火の打ちどころもない人には、泥まみれ傷だらけになった人間の気持ちは分かりやしません。私のこの体に、 あの人でなしの泥や傷が残っているんだから。つままのご心臓だなんて、とんでもない。私はお断り申しますよ。わかったよ。そのことは明日また話そう。今はとこを取るから横におなり。おようは激しく首を振った。お願いだから帰ってください。 私が悪口を言い出さないうちに帰ってください。だってお前、そんなに酔っている者は帰ってくださいな。と、おようは囁くように言った。まるで哀れみをこうような口ぶりであった。どうぞお願いします。このまま帰って、そしてもう二度と来ないでください。 コ次郎はお洋をじっと眺めていて、それから静かに立ち上がった。すると、お洋は気戦を制するように手を振りながら、何もおっしゃらないで、と言った。どうぞ、何もおっしゃらないで、そのままお帰りになってください。どうぞ。コ次郎は青ざめた顔を背け、茶の前へ行って、 襟巻きを持ってくると、それを首に巻きながら、黙って土間へ降りた。おようは見向くもせずに、感毒料取り、手弱で酒好きに注ぎながら言った。さようなら、お大事に。幸次郎は大川端へ出た。時刻は十時を回ったらしい。 こっちの歌詞も真っ暗だし、対岸の浅草の方も明かりはまばらで、遠くかすかに夜回りの正史儀の音が聞こえた。私はもうないな。と、彼は震えながらつぶやいた。カゴを拾うにしても、両国まで行かなきゃなるまいな。風はないが気温は低く、 雲があるのだろうか。腰も少ししか見えなかった。両国橋の方へ向かって歩き出し、船渡しのところまで来ると、後ろから、もし、どんな、と呼ぶ声がした。幸次郎は歩きながら振り返った。するとすぐそこに、こうかぶりをした背の高い男がいるのを認めた。 私ですかと彼は聞いた。そのまさの旦那ですね。と男が問い返した。幸次郎は立ち止まり、男も立ち止まった。幸次郎は落ち着いて相手を見、相手はちょっと頭を下げた。うろんな真似はしません。旦那に話があるんです。と男は言った。 送りながら話しますから、どうか歩いておくんなさい。お前さん、どなたですどうか歩いておくんなさい。と、男は言った。話してるうちにわかりますよ。孔次郎は歩き出し、男もその左側に並んで歩いた。いい人ですね。あのお洋さんという人は。と、男が言った。 そんなには悪かったが、今の話をみんな聞きました。へえへ、勝手にいて聞いたんです。旦那のおっしゃることも、おかみさんの言うことも、みんな聞きましたよ。どうしてまた、勝手なんとに男は孔次郎を遮っていった。そいつも後で言いますが、先にこっちから聞かせてください。 旦那はあの人を諦めはしないでしょうね。幸次郎は何か言おうとしたが、思い直したように口をつぐんだ。あの人は悪く酔ってましたよ。愛想塚みしみたようなことを言ったが、あれは本心じゃねえ。俺が本心じゃないということは、旦那にもわかってたんでしょと男は幸次郎を見た。 あの人をおかみさんにするという気持ちに変わりはないでしょうね。旦那。決めた通り、そのまのご心臓にお直しなさるんでしょうね。聞いていたのならお分かりだろうが、と彼は答えた。それは私より、おようの心次第ですね。あれは確かに酔っていました。けれども、 おようはどんなによっても心にないことを言う女じゃありません。私は昔から知っているが、よって心にもないことを言うような女じゃ決してありません。じゃあ旦那は、と男は言った。旦那はあの人を放り出すおつもりですか小次郎は黙ってじっぽばかり歩いた。 このまま見捨てるんですかと、男は問い詰めるように言った。あの人をこのまま放り出しちまうつもりですか旦那。幸次郎は立ち止まって、男の方を振り向いた。おようがこう言ったのを聞いたでしょう。資産があって、旦那旦那と立てられて、 どこに一つの火の打ちどころもないものには、泥まみれ傷だらけの人間の気持ちはわからない。男は唇を引き結んで埋めいた。ほとんど恋にはならなかったが、まるでしのぎにでもかけられたような埋めき方であった。正直に言うわ。私は胸のここを、と、孔次郎は続けた。 刃物か何かでえぐられたように思いました。おようの言う通りです。私には力蔵悪く言う資格はない。力蔵が悪いことをし、おようが苦労するのを私はただ旗から見ていただけです。懐を手をして、向こう貸しの舵事を眺めるように、私は自分がどんな人間かということを、 今夜初めて知りました。そんならなおさら、あの人を幸せにしてやるのは本当じゃねえでしょうか幸次郎はまた振り向いた。振り向いて今初めてその男に気づいたような調子で聞いた。お前さんは一体どういう人だ何かおように関わりでもあるんですか 関わりがあるとすれば、と男は食いしばった歯の間から言った。もし関わりがあるとすれば、それはあの人よりも旦那の方ですよ。孔次郎は目を凝らして相手を見た。力道は生きている。と男が恋を潜めて言った。あいつは死んじゃいねえ。生きて、 すぐ向こうの方言寺で待っているんです。孔次郎は何も言わなかった。ぶちまけていますが、わしは野郎と一緒に牢抜けをした吉次というものです。と男は続けた。墨という仲間のものと示し合わせて石川島を抜け、入れ墨物を二人水に沈めた上、腐るのを待って海へ放した。 それが品川の浜へ上がって、足ち二人ということになったんだが、それから三年、野郎も足も悪いことをし尽くしました。どうにも江戸にいられなくなって、髪型へずらかろうということになったんです。あの男が、力尊が、と、幸次郎はかすれた声で聞き返した。本当に、 生きているって言うんですかこの吉次が野郎の相棒です。と男は言った。男二人では女将の目が危ない。お洋さんを連れ出して野郎が夫婦者になってゆけば、赤役人の目もごまかせるだろう。そういうわけで、あっしが連れ出し役になったんです。幸次郎は唾を飲んだ。そして、 何か言おうとしたが、吉次という男の方が続けて、ところが角政の名が出た。と言った。あの人が角政へ入ると聞いて欲を出し、あの人を連れ出すばかりでなく、あの人を稼にして角政から金をゆするつもりになった。自分があのうちの家庭へ忍び込んだのはそのためだ。と男は言った。 勝手に忍び込んだのは、旦那の帰るのを待つためだったが、と、吉次は続けた。二人の話を聞いていて、あの人の言うことを聞いて、私しは気持ちが変わったんです。あんな悪党のことをかわいそうな人って、旦那のような言い方に愛想づかししてみたようなことを言ってまで、あの人手なしの畜生の方を持った。 泥まみれ、傷だらけになった、かわいそうな人だって。旦那、足も強情持ちだ。まともなことを言える人間じゃねえが、お洋さんのような人を、これ以上痛めるなんてことはできません。お願いだ。旦那、あの人をご心臓にしてやっておくんです。行き臓の方は肩をつけます。 野郎は、片付けるから。どうか、お洋さんのことを頼みます。吉次という男は、二度も三度も頭を下げ、そうしながら手の甲で目を拭いた。わかりました。お洋のことは引き受けます。と、光次郎が言った。今夜のようなことがあったから、すぐにとはいかないでしょう。 あの店をもう少しやらせて、あれの気が静まったら、角まさ入れることにします。確かでしょうね。私は16年前のことも話したはずです。ええ、聞いていました。へ、ええ。と、吉次は頷いた。聞いていて、私しはもう一度人間に生まれてきていいと思いました。 吉次はまた手の声で目を拭き、それではこれで別れる、と言った。孔次郎は引き止めた。もっと詳しいことが聞きたい。私の店まで一緒に来ないか、と引き止めたが、吉次は首を振った。もう話すことはありません。それに、力の野郎が待ってますから。と吉次は言った。 旦那には言わねえが、あいつは今夜、大事な仲間を一人殺めたんです。老抜けを助けてくれた、いわば、負い目のある仲間でした。それもあり、これもあって、足は野郎を片付ける気になったんです。ただどうか、くどいようだが、お洋さんを幸せにしてやっておくんだぜ。孔次郎は頷いた。 お洋のことには念音には及ばないが、お前さんがあの男を手にかけなくても、他に何かありません。と、吉次は手を振って遮った。役人に渡せば、野郎の名が出ます。そうすれば、またお洋さんが変わるでしょう。小次郎は黙った。決して、すんじの念用にありますよ。 七次は微笑しながら言った。野郎を片付けたら、足は自首して出ます。虫食のならず者が喧嘩をして、一人が一人を殺め、そいつを足がやったと、いつかお耳に入ることでしょう。これでお別れ申します。どうか、いらしておくなせ。